同僚の皆さん、こんばんは、翔です。ということで、本日は行きましょう。シンデレラキャラバンでございます。はい、期間中にイベント限定、まあ、もういきなり説明入ったんで説明読みましょうか。期間中にイベント限定アイドル手に入れましょうということで、普通に楽曲プレイすると、まあ、稀にドロップしますよと。で、今回の報酬は、南條ひかるちゃんと、めぐみさんですね。伊集院めぐみちゃんですね。めぐみさんって言った方がいいのかな。はい。です。はい。今回はクールとね、パッションの、子が、今回シンデレラキャラバン追加されましたということで。落ちづらい方は南條ひかるちゃんの方ですね。あの、特別な演出が出る方です。で、伊集院さんの方が出やすいので、まあ、クールキャラの特技上げする場合は、非常にいいイベントじゃないかなというふうに思います。で、楽曲、日によって日替わりでですね、登場する出現率が変わってきますので、1日目、2日目、3日目、4日目、5日目と、まあ、5日間多分あるのかな、おそらく。ということで、まあ、今日はクールなんですけれども、まあ、その曲をなるべくプレイしましょうね、ということです。はい。また最終日のね、全楽曲なんで何でもいいんですけど、最終日は気にせず、好きな曲を弾きましょうという感じです。で、イベント期間中はセンターアイドルのスターランクが高ければ高いほどライブ報酬が獲得しやすくなります、ということで、センターに、スターランクの高い子、まあ、この間の、まあ、2000、この間のイベント、ライブクルー入った方であったら、楓さんのスターランク15をセンターにしておくと、かなり落ちやすいと思います。そして、キャラバンメダルというものも落ちるので、これでアイテムと交換しましょうという話でございます。まあ、以上が説明なんですけれども、まあ、今日クールなんですけど、どれくらいイベント期間あるかって言ったら、あ、結構長い、7日間あるのか、今回。結構長いですね、今回は。うん。ってことは、多分、マカロンが、短くなるのかな、おそらく。1週間か6日間どっちかかっすね。これぐらい長いってなってくると。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。珍しいですね、これだけ長いっていうのは。まあ、ということで今回結構長いので、今回全体曲がないのか。その代わり最終日が全楽曲アップみたいな感じなので、とりあえず2回ずつ、今回クール2回、パッション2回、キュート2回ということで、その属性曲を弾いていきましょうという感じでございますが、あのね、そう、僕話したかったんですけど、その前回のそのグルーブで、グルーブ、そして前その前の、アンズのアンキラ競争曲で、そのスターランク15報酬が実装されるようになったじゃないですか、要は。で、それによってですね、キャラバンで15作るその必然性っていうのはちょっと減ったんですよ、やっぱり。まあ、イベントで作れるということになって。まあ、なんで、ここで作ることもできるんですよ、スターランク15。スターランク15作ることもできるんですけど、ここで15作るのもありっちゃありだし、作ってもいいんですけど、僕は正直言うと、僕はですよ。僕の場合は、特技上げが間に合ってないんですよ。僕は。つい先日まで、シンデレラフェスが来るまでは間に合ってました。終わってから間に合ってないです。はい。まあ、かなり SSR が増えたっていうのもあるんですけど、それでも間に合ってないですね。本当に。見に行きます。マジで間に合ってないんですよ、本当に。多分、この、レッスンってところを押せば、スターランク10、トッキーレベル10の子は全員省かれてるんですけど、まあもう一面 SSR で埋まってるぐらい、正直終わってないというか、まあ先日、昨日当てたミーアですら終わってないんですよ。8で終わっちゃってるというか、8で終わってしまった。本当に。S レアのパッションが消えましたね、ほんと。で、吉野も4なんですよ。悲惨な状態なんですよね、結構今、特技が。ほんと。で、この、あれです、ゆいちゃんは、あれです、サポメンに入ってるゆいちゃんなんで、もういつも使ってるゆいちゃんは、特技中なんで大丈夫なんですけど、正直言うと全然終わってないんですよ。アイコも終わってない。工場アイコ終わってないし、工場アイコなんか9とかで終わってた気がするんですけど、なんか終わってないし、この辺全然終わってないしさ、クールの終わってなささね、ほんと。まあ、カレンとシュウコは別にいいんですよ、正直。この子たちは、そのサポートメンバーで入る子たちなんですけど、もうこの間当たったはじめちゃんとかも8で終わっちゃってるんですよね。10に上げなきゃって感じなんですけど、マジで、本当に。で、かなでさんとかも悲惨だよね。5だもん。本当に悲惨。マジで。なんでね、もうさっさと上げたい。本当に。キュートはね、なんやかんや、まあ、もともと僕、最初に使ってた SSR、その艦隊っていうのがキュートだったんで、まあ、かなり、まあ、ほぼほぼ全部終わってますね。キュートに関しては、うん。
終わってますね。はい。ここにいる子たちは多分おそらくサポートメンバーに入ってる子たちなのでまあいいんですけど、そうですね、チャマぐらいかな、ほんと終わってないのは。うん、チャマぐらいですね。チャマ、ミレイちゃん、とか、あとは、オトクラちゃん。チェリも終わってないですね。あ、結構終わってねえや。何回結構終わってないですね。なんで、僕も結構その、特技上げというものが終わってないんで、もう今回は僕は特技上げに専念しようかなと思っております。はい。終わってないんでね。1年デレステやってなんで終わってねえんだって僕自身自分に聞きたいんですけど、もう終わってないんですよ、現状。うん、終わってないんですよね。非効率的なことやってるわけでもないし、むしろ効率のいいやり方やってるんですけど、終わってないですね。はい。ということで、今回の僕の目標は、とりあえずできるだけスターランク15を作ることではなく、特技上げに専念したいというふうに思います。また近々ね、まあ、この特技上げを僕は目標にしてる上で、まあ、またね、その特技上げする動画を、まあ、また、その、もう結構昔になるんで、特技上げどういう風にするか、SSR の特技上げっていう動画あるんですけれども、まあ、最近ちょっと変えて、あの動画のやり方とは別でやり方を変えたので、まあ、そちらの方ちょっとご紹介したいなと思います。ということで、以上が、今回のシンデレラキャラバンの動画となりました。この動画やったらグッドボタン、高評価の方よろしくお願いします。チャンネル登録まだという方は、ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねっ。